どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室カズレレのカズでございます。さあこのカズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんが大好きな曲を弾いて歌う弾き語りができるようになりますよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日もモリモリレッスンしていきます。今日取り上げたい曲はこちらです。ワニマのやってみよう。このパワフルな曲やってみよう。これはねもうすごいですよ。正しいより楽しい、正しいより面白い、やりたかったことやってみよう。もうまさにこれガズレレ精神のとってる素晴らしい曲なんですけど、これはですね、実はもうガズレレではもうね、取り上げてるんです。過去に一回。2017年、まさにこの、曲がですね、au のコマーシャル。かな ?KDDI? まあ、コマーシャルでね、もうめちゃくちゃこう話題になってた時で、もうすぐに取り上げたんですけど、もうね、2017年ってことは、7、8、9、10、11、12、13、14、もう8年ぐらい前になりますから、今そのレッスン動画見るとね、もう分かりづらくってしょうがないなってことで、今回このガズレレのね、この精神に則ったこう歌詞がもう熱い曲を、今回もう、最新グレードアップバージョンで改訂版でお届けしようと思います。そしてですね、今回の最新版の改訂版アレンジもですね、2017年に取り上げていた、ガズレレオリジナルの、ショートカットアレンジバージョンでやっていこうかなと思います。このアレンジがね、ウクレレの練習にすごくいいんですよね。どんな構成かというと、イントロから1番をやって、1番やって、本当は2番と3番と行くんですけど、1番やったら、最後のブリッジパートというかね、伸ばすところ、青いより青い、ソーラもソーサーっていうふんわりしたところ行って、今度逆に3番のパートに戻って、最後エンディングのやってみよう、やってみよう、やってみよう。こんな感じのオリジナルアレンジです。これウクレレでね、盛り上がるにはこのね、アレンジすごく素敵だなと思って今回もこのアレンジにしておりますので、そこのところちょっと注目してください。はい、で本日はですね、 G ラボのガズモデル、はい、チェリーレッドモデルと、あとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきましょう。この初めてウクレレは Amazon でただいまね即ゲットできるようになってますので、ぜひ Amazon で初めてウクレレ検索してみてください。はい、そしてお知らせなんですけど、この11月11日カズレレの2のイベント、見事ソールドアウトになっていただきました。皆さんありがとうございます。まさか平日の名古屋で、このイベントね、夜のイベントね、ソールドアウトこんな早くなるとはね、思いもしませんでした。皆さん感謝です。参加してくださる方大合唱してまいりましょう。さあそれではレッスン早速入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやるんですけど、この曲ですね、もう勢いがすごいいいんで、歌がもうどんどん畳みかけてくるんですね。なんで簡単バージョンでも結構ですね、次から次へともう迫ってきますからですね、まあ、じっくりちょっと聞き込んで練習してやってみてください。後半はかっこいいバージョン、後半のかっこいいバージョンをまさにパンクスピリットにのっとってですね、もう勢いある感じでもう突き抜けていく表現をちょっとしていきたいと思います。これは熱いですよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。で皆さんまずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分が大好きな曲を聴くからやるに変えられるわけですから、ぜひ皆さんガズレレで音楽をやる側にスタートさせてください。さあ、それでは早速やっていきましょう。ワニマのやってみよう。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方から熱くやってみる。ワン、ツー、せーの、イェーイ、ララ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 、ワーアー、エイ、エイ、ヘ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 イ、トライ、トライ、ただし、変わったことやってみよう。失敗も思い出始めよう、やってみよう。誰でも最初は初心者なんだから、やったことないこともやってみよう。苦手な相手とも話してみよう。知らなかったこと、どんな人だって同じじゃないさ。空気なんて、空気なんて読まない。やってみよう、それず迷わず、同じ今日という日は二度とないんだから、明日自分と一緒に走る。思い立った日が、思いついた日が、そこがスタートだ。
ワニマのやってみようガズレレをシンプル簡単バージョンやってみました。めちゃくちゃ熱いですね。やっぱりこのロックスピリット、パンクスピリットがこうグイグイ押し寄せてくる感じ、あのシンプル簡単バージョンでもそれをすごい感じさせてくれます。あの言葉のねエネルギーがやっぱりもう思わずこの歌詞を読んでね、もう本当そうだと、正しいより楽しい、これがもうねガズレレあのスピリットにかなり響きます。はい、すごい歌詞ぜひ読んでくださいね。で本当はフルコーラスねあのやって、歌詞ももうすごく激アツなんでやりたいところなんですけど、まあまあこのガズレレではね大体いつもこのいいとこ取りのショートカットアレンジして、あのこの今後ねフルコーラスやりたい方はこのアレンジでどんどん展開させて、楽譜をねオリジナルで書き出して、いずれあのフルコーラスにもチャレンジしていただきたいなと思うんですけど、まずはこのガズレレアレンジ、全ての要素ギュッと詰まっているのでこれでやってみてください。これなかなかね、勢いが大事です。歌にもね、こう、エネルギーを込めたい感じです。パワフルに歌いたい。ここをちょっとね、やっぱり意識しておくといいかもしれません。はい、そしてガズレレの、動画にはね、歌詞とコードが出てますから、それ見ながら一緒にウクレレで練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としては、ガズさんが今やった簡単バージョンの演奏に合わせてできたら素晴らしいと思います。これ結構ね、あの、コードは結構簡単だと思うんですけどね、もう言葉の畳みかけてる感じとか、リズムのこのグイグイ押す感じ、あのね、慣れが必要だと思いますよ。はい、まず一緒に合わせて練習していただいて、一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人で音楽を生み出す。歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、そうは言ったって最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱり難しいでしょうから、まずは楽譜がいいと思いますね。楽譜を見て何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって、夕日に向かって太陽に向かって歌っていく、青空に向かって歌っていく、こういうのが素敵だなというふうに思うんですけど、とはいっても皆さんきっとですね、って楽譜ってどこにあるんですかっていう声が聞こえてきそうですけれども、安心してください。今のねガズの演奏はですね、ガズが手書きで書いているこのノート、これに書いてあるね、あのノート、手書き楽譜、はい、これです。これを見ながら今やっていきました。改訂版のやってみよう。見てください。もう今のショートカットアレンジでももうぎゅうぎゅう詰めのもうこのボリュームのこれですからね、今ので。いやー、これはなかなかすごいです。これもうちょっとしたらこんな風にカメラに映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサンバス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところをみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。やってみよう、ワニーマー。はい、最新改訂版でございます。はい、これイントロですけど、イントロね、ここ伸ばすって書いてあります。で、上の段は C G7 Dm、 ここね、かっこいいバージョンでは C A U G オーギュメントというコードに置き換えたいと思います。てな感じで、下にくるっと囲ってあるコードはかっこいいバージョンで出てくるコードだぞということになってます。で、ここ止まります。で、ここからリズム入ってみたいな感じです。ここもまた止まると。結構これバンドなんでね、ワニマさんバンドですから、キメが多いんですよ。だから、これ簡単バージョン
ージョンはね、まあ、あれの、淡々と4つ弾きですけど、かっこいいバージョンは、次から次へとリズムも変わるし、キメも盛りだくさんで、なかなかすごいことになってます。はい、こんな感じで映しとくので、皆さん一時停止で、書いていってください。まずはだから、イントロと A メロ、B メロぐらいまでいけるかな、これで一時停止で書いていってください。ここも見て、かっこいいバージョンでもかなりいろんなことが、加わってますけど、これちょっと後でここも決めが入ったりとかね、詳しく解説していきますからね。はい、ここすごいんですよ。かっこいいバージョンはなかなかすごいです。一時停止で書いていってください。そして今紹介させてもらったガズクラブで、この今映っている手書き楽譜のデジタルデータをお手元にダウンロードしていただき、すぐにご活用いただくのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴をちょっと言っておきますと、この歌詞のところにこうなんていうんだろう、ここの他の上に点が書いてあったり、イのところに点が書いてあり、ね、ここにこうやって書いてあるじゃん。これがリズムのガイドになるんですよ。やってみましょう。せーの、正しいより楽しい、正しいより面白いみたいな感じ。この点でですね、リズムが分かる。これめちゃくちゃガイドになります。あとは歌詞カードには出てこないこの伸ばすところ、はい、この伸ばすところで、これ歌詞カードに出てないですからね。あとはこのワンブロックに対しての歌詞の位置の関係とか、めちゃくちゃリズムのヒントになることがいっぱい詰まってるんで、ぜひガズクラブに入っていただいて、このノートのデジタルデータ楽譜もご活用いただければいいと思うんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていってください。はい、一時停止 B メロまで、イントロ A、B、 はい、はい、いいかな。じゃあこっちサビですね。サビ1、やったことないことも、これをサビとしました。もう全部サビみたいな曲ですけどね。ちょっとどうやって区別したらいいか分かんないんで、一応こういう風にしましたということですね。はい。いいですか？で、ここ、かっこいいバージョンでは、ここ、アイランドビートでリズムが変わります。まあ、ここも変わるんですけどね。後でちょっと解説するんで、解説楽しみにしておいてください。ここ、ツタタタとかいろいろ書いてあります。はい。はい、で、ここからオリジナルアレンジになって、ここから青いより青いってね、伸ばすところ、ここ伸ばすところ印象的ですよね。ここのブリッジパートになって、今度逆に3番に戻るんですよ、ここから。ここから3番に戻る。だから3のビートをサビ3って書いてあります。本当の構成で言ったら1番、2番、3番やって、青いより青いってなるんですけど、ガズレレアレンジでは1番やって、このブリッジ青いより青いやって3番に戻る。こんな感じのアレンジになってます。オリジナルアレンジ。ウクレレ練習用アレンジでちょっとご活用いただければというふうに思います。はい。慣れてきたらね、これ順番入れ替えてフルコーラスぜひチャレンジしていただければと思うんですけど、今回はちょっとこの2017年のガズのアレンジを忠実にこうちょっとやってみたということなんですね。はい、これ3番ですね。で、最後、ラスト、やってみよう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 で、最後 G7 と C、ダーダーって感じですね。はい。こんな感じのアレンジになっております。はい。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。ここ、かっこいいバージョンでこのコード出てくるんで、ひとまずこれ隠しておいて、コード6個です。言っていきましょう。C、Am、F、Dm、G7、E7 の入門コードコード6個ですね。今映ってる6個はこれガズレレではもう超簡単コードのグループ、ガズレレ必須コードなんでご安心ください。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の皆さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードとか、10個もあるんですかって声が聞こえてきそうですけど、1個ずつ見たら超簡単なんだけどね、いっぺんにね10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんにね、もうスイスイめちゃくちゃ覚えやすいね動画を撮ってるんですよ。はい、概要欄にそのね分かりやすい動画貼っとくんで、ガズレレ必須コードは遅かれ早かれマスターしてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの果実に入っていきましょう。このねかっこいいバージョンだとですね、もう一気にね勢いとパワーとエネルギーと、もうとにかくスピード感も含めてドーンとレベルアップしますということは、この簡単バージョンでもただでさえ畳みかけるようなこの言葉がグッとこう来るじゃないですか、さらに歌きますからですね、もうしっかり言葉のタイミングと勢い、このね言葉の勢い、やっぱりこれはねこれがいいです。言葉に圧力をかけるというガズレレの動画があるんですけど、このロックとかパンクとか力強い曲にはね、この言葉に圧力をかける、かける、圧力をかける、こういう、これが、これこの動画概要欄に貼っとくんでね、このねボイトレ動画ぜひ見てください。そういうエネルギッシュな感じで演奏できるとまたいいんじゃないかなと思うんですけど、かっこいいバージョンはもうすごいことになってますから、覚悟しておいてください。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはコード1個だけ追加、 C オーギメント、はい、 C を押さえておいて4弦の1フレット、これだけです。これ C を押さえておいて4弦の1フレット、これが不思議なコードな響きですけど、これがいい味出してきます。ちょこちょこ入ってきます。これイントロにも入ってくるし、まあいわゆるサビというふうに今回言ってるところも入ってくるんでね、これ響きちょっと味わっておいてください。で、出てくるリズムなんですけど、今日盛りだくさんですよ。はい、こちらです。ドン8ビートと疾走ビートミックス、はい、8ビートプラス疾走ビートっていうリズムと、アイランドビート、あとは疾走ビートだけ、あとはちょっとカッ
ティングですね。まあ今回はパワフルですよ。はい、今映ってるこの弾き方の説明動画は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムいろいろというところの URL をクリックしたその先にですね、濃厚解説動画がアップロードされてるんで見てほしいんですけど、今日基本のリズムになるのはこれ8ビートプラス疾走ビート、これをちょっと一応基本的になっておりますが、ちょっとこれの解説をしていきましょう。まず8ビートっていうのはどういうリズムかというと、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん。で、疾走ビートっていうのはどういうリズムか、今日疾走ビートだけも出てきますからね、ちょっとおさらいで、疾走ビートっていうのはこういうリズムです。どこたこ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 、アクセントだけ、どどだどどどだどどどだど、これが疾走ビート。これも出てきますけどね、単独で。で、8ビートプラス疾走ビートっていうのはどうやってやるかっていうと、今の8ビートと疾走ビートを混ぜる。そうするとどうなるかっていうと、トンタトンタタントンタトンタ。はい、わかる。後ろにアクセントがきます。今まで普通の8ビートだと、タンタタンタタンタンタタンタタンだったのに、疾走ビートっていうのはドタコドコタコって、裏拍でアクセントが来るから、それを織り混ぜると、ドンタトンタタンタンタトンタタン、こうなります。そして、スピード感が増します。トンタトンタタンタン、こういうリズムです。かなりこれ早いですよ。もうパンクロックが炸裂してもドッダンスクタンツンダンスクタンツンダン、このドラムのビート感を再現してます。もう一回ちょっと C で早めに練習してみましょう。ワンツーワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー。正しいかっこいいでしょ。これものにしてください。ちょっとこのスピード感でやるにはね、かなり練習ですよ。なぜかというと、手首の動きを本当柔らかくしないとダメ。これ肘で弾いてたなんかこういう感じになりがちなんですよ。肘で弾いちゃうともうダメですよ。だから手首で、はい、柔らかく、もう16ビートみたいなノリです。もうだから柔らかくして、ワンツースリーフォー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 。はい、しなやかに柔らかく力を抜いて、ここの力こぶのとこが痛くなっちゃったら肘で引いてる証拠ですからね。かなり柔らかく使ってください。はい、じゃないとですね、これ持ちませんから最後まで。はい、これが今日かっこいい一番メインのリズムになっております。はい、ということをちょっと認識していただいて、あとはちょっと流れでいきましょうか。まずイントロなんですけどやってます。ワンツーイエーイラララララ、 C オーギュメントでララララ止めて、イエーイエーイエイエイ、はい、ここ、さっきも疾走ビートプラス8ビートで、ブレイクしてやっていくと。で、ここから A メロ。正しいよ。ここかっこいいでしょ。さっきやった8ビートプラス疾走ビートがもう心地よくこう、なっちゃうから、もうドライブ感満載でね、疾走していく感じ。だからこれもうすげえ気持ちがいい。もうガズさんもうパンクロックとかもうめっちゃ大好きなんでですね。もうこのドライブ感たまりません。勢いあっていいと思います。で、この後ね、ちょっとワンブロックコード4つになる時も、今の弾き方が継続するんですけど、雰囲気ちょっとやってみましょうか。やりたかった。ワンブロック2個の時も、やりたかったことやってみどんだ。はい、まあできれば裏拍のまんまワンブロックコード4つも行きたいんですけど、まあ勢い余ってもいいと思いますよ。やりたかったことやってみよう、こんな感じでもいいと思うけども、まあルンダカルンダカルンダドンドダン、こんな感じでいいと思います。やりたかったことやってみよう、失敗も思い、ここでルンダンダ、 C で止めた後にカッティング、チャカ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 、これをね、ちょっとドラムを再現してるんですよ。これ、ドラムだけになるんですよ、ここ原曲も。もう一回じゃあ、ここね、やりたかったことから、せーの。やりたかったことやってみよう、失敗も思い出止まります。はい。タンとかタカタカみたいなカッティング。カッティングっていうのは、左手で触っといて、どこでもいいです。カチャカチャ言う。触れるだけですよ。押さえちゃうと、音鳴っちゃうから、ね、押さえずに触れるだけ。はい。これカッティング。はい、でその後 B メロというふうにガズが言ってるとこ、始めようやってみよう、ここは疾走ビートです。疾走ビートというのはさっきの覚えてますか、G7 でいくと、トトタト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 、アクセントトトタトトトタト、これがかっこいい。で結構速度が速いんでね、びっくりしますからね。じゃあ B メロやってみましょう。始めようやってみよう、こんな感じです。どこだかどこだか、結構早い。で、やってみようの後にちょっと決めが入るんですよ。これがなかなか B メロちょっとで複雑というか面白いです。ちょっとじゃあ B メロ全部やってみましょう。始めようやってみようか。ワン、ツー、スリー、始めよう。やってみよう。雨でも最初は
んだからこんな感じです。今なんかいろんな要素があったでしょ。ちょっと分析していきましょう。始めよう、ダカダカダカダ、やってみよう、ダカダカダカダン、チャカパーン、ここでチャカパーンって入れたいんですよ、 Aマイナーで。もう一回、始めよう、これがかっこいいので、その後ワンブロックコード4つなんですけど、キメっぽく、誰でも最初はダーツク、ダーツク大きく、誰でも最初は初心者、 G7 でダッダッダ、なんだから初心者なんだから、3連発でカッティングですね。左手で止めてますね。これが難しい、 G7 のカッティングちょっと特に難しい。右手だけだとちょっと忙しいから、やっぱカッティング左手で音を止めたいです。弦に触れて止める、初心者なんだから、はい、ここがねかなり深い。ちょっと普通のリズムでやってみよう。ワン、ツー、スリー、はじめよう、やってみよう、誰でも最初は初心者なんだから、こんな感じのスピード感です。いやー、これなかなかすげー難しいですよ。で、この後は、なんと、アイランドビートっていうのが出てきます。アイランドビート。アイランドビートはですね、すごいですよ。ちょっと今解説すると、ドンドクチャカタカ、ドンドクチャカタカ、ドンドクチャカタカ。これはもうね、レッスン動画をもうしっかり見てもらいたいんですけど、さっき概要欄にあったらウクレレリズムいろいろでね。基本的には8ビート2つなんです。ジャンジャジャンジャジャン、ジャンジャジャンジャジャンの、チャの位置に注目。ジャンジャジャチャチャジャン、ジャンジャジャチ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 ャ、これが速くなってるだけです。ジャンジャジャチャカチャン、ジャンジャがチャカチャン、ジャンジャがチャカチャン。だから16ビートのみたいにノリなんだけれども、8ビートが2つ繋がっていて、チャの位置がちょっと変なところに入ってると思うといいと思います。ジャンジャジャンジャジャン、ジャンジャジャンジャジャン、これが速くなった。そして、この歌詞に乗っけてみると、やったことないこともやってみよう、ドンズクチャカタカ、ドンズクチャカタカ、こんな感じのリズムに、組み立てていこうということでございます。ちょっとここだから B メロからサビというかやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、始めよう、やってみよう、誰でも最初は初心者なんだから、やったことない、この Am のとこの最後のとこ、ツタタタタタタ、ここでまたリズムが戻ります。なんでここで16ビートのノリでズタタタタタタ、はい、これ最初にチャを弾いといて、チャタタタタタタタ、ここがかっこいいですね。やったことない、アイランドビート、やってみよう、苦手な相手とも話して、ツカタカタカタカ、知らなかったこと、こんな感じです。すごい疾走感でしょ。この C オーギュメントも今しれっと出てきましたけど、ここでも出てきますというのですね。で、新しい楽しいからいきましょう。新しい楽しい、ズンダンブダン、ツカタカタカタカ。またここで C の途中から、チャパパパパパパになって、青いより青い、伸ばすところに入っていきます。なんでもうここまでで一番の中だけでももうひっくり返るぐらいの要素が、もう次から次へと出てくるんですよ。しかもここで歌っていくわけですからです。もうかなりすごいことになってます。そしてその後はね、青いより青い空を注ぐ。ここはね、安心のエリアです。ゆっくりこう伸ばしながらやってください。で、その後半から行きましょうか。どんな人が、ここから、さ、空気なんて、またリズム戻る。読まな、また、つたたたたたたた、止まる。止まって、やってみよう。はい。ここがブリッジパートの終わり。で、ここからまた、ガズレルオリジナルのアレンジで3番に戻ります。疾走ビート。恐れず、迷わず、同じで、パクパン、ダーという空気は、ニットとないんだから、全く同じ決めです。歌詞が変わります。で、最後のオリジナルのエンディングで、やってみよう。やってみよう、やってみよう、やってみよう、だんだん、こんな感じでございます。今駆け足だったんですけども、本当だからもう疾走ビートとかアイランドビートと8ビートプラス疾走ビートのこの3つのリズムがもう次から次へとやつぎばやに押し寄せてくる中で、やつぎばやに言葉のエネルギーガンガン、もうとにかくもうねすごいことな、しかもスピード感とエネルギー、このパワフルさが加わる、前のめりでやっぱり行きたいですからですね。これだから結構速くなっちゃいがちなんですけど、本当に収集つかなくなっちゃうぐらい速くなっちゃうこともある
ると思うんですけど、こういう曲はね、多少エネルギッシュにね、ちょっとね、速くなっちゃうのも、一個僕、かっこいい要素だと思うんですけど、まあそこもちょっとね、限度がありますから、その辺もちょっとあれなんですけども、とにかく、まあ、そんなことよりも、まずゆっくり練習して、パートごとマスターしていく。これがポイントになるんじゃないかなというふうに思いますけど、まあかなりエネルギッシュです。このガズレレオリジナルのショートカットアレンジでも、なかなかもう要素がもうギュンギュンに詰まっている素晴らしいことになってますんで、はい、ぜひ皆さんじっくりパートごと練習するのがいいと思いますね。で、忘れちゃいけません。歌詞読んでください。歌詞もうね、正しいより楽しい、正しいより面白い、もうこれはもうね、もうこれからの人生で生きる上ではもう欠かせない要素だと思います。そんな思いとともに歌っていきましょう。それではやっていきます。ワニマのやってみよう、ガズレレかっこいいバージョン、やってみる。1,2,せーの、イエーイ、ララ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 、ワーオ、エイ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 、トライトライ、正しいより楽しい、正しいより面白い、やりたかったことやってみよう、失敗も思い出始めよう、やってみよう、誰でも最初は初心者なんだから、やったことないこともやってみよう、苦手な相手とも話してみよう、知らなかったこと見たことないもの、新しい空もそうさ、同じに見えていつも違う、どんな人だって同じじゃないさ、空気なんて空気なんて読まない、やってみよう、恐れず迷わず、同じこと言う日は二度とないんだから、明日よりも始めよう、知らなかった自分と一緒に走る、思い立った日だ、思いついた日だ、そこがスタートだ、やってみよう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 、せーの、やってみよう。ワニマのやってみよう、ガズレレ流かっこいいバージョン、めちゃくちゃ熱くないですか、激熱、パッションがもう揺れる感じ、はい、楽しかったです、ガズさんも楽しかったです。皆さんもぜひともこれまずパートごとじっくりゆっくりからスタートするといけると思います。YouTube の速度を変えられるっていう動画あるんで、これ YouTube の速度を変えて練習するのいいかもしれない。概要欄にその YouTube 速度を遅くできるの貼っときますんで、ちょっとそれも使ってやってみてください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある、これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これここのガズレレ .com、 このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから、はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。